こんにちは、松本直之です。今回は虫食いの野菜は美味しいというのは真っ赤な嘘だっていう話をしてみたいと思います。有機農業をやりたいと思っている人っていうのは新規就農を希望する人の大体3割ぐらいで、有機農業に興味があるっていう人で考えるともう9割以上ほとんどの人が有機農業に興味持ってるんですよ。で、その有機農業の世界に入ろうと思ってる人、特に気をつけてほしいなって思うことがあって、これ何かっていうと、タイトルにある通り虫食いの野菜は美味しいっていうこの嘘、これは正してほしいなと思います。生産者から見るとこれすごく間違った認識なんですね。虫食いの野菜が美味しいっていうのはこれは間違ってるんですよ。で、この認識、おそらく消費者であればこのように認識されてると思うんですけれども、生産者はこのように考えてる人はほとんどいないと思います。ですので虫食いの野菜が美味しいって思ったまま生産者になるっていうのは非常に危険なことですので、今回の動画で順序立てて詳しく説明していきますので、ぜひご覧いただいて、誤解を解いてもらった上で有機農業、有機農家になるっていうスタートラインに立ってもらえればと思います。ぜひ最後までご覧ください。で、まずは、動物についてちょっと考えてみてほしいんですけども、自然界にいる動物です。動物っていうのは子供を産みますよね。で、子供を産んで大切に育てて一人前になったところで自然に離します。親から離れていきます。で、そうやって親が子供を産んでその子供を育てていって次の世代で命をつないでいくんですよ。もうほぼ無意識、本能的に動物っていうのは人間も含めて次の世代で命をつなぐために生きてるって言ってもいいぐらい、そういう生き方をしてるんですね。で、これは自然の仕組みって言ってもいいかもしれないですが、これって植物にも同じことが言えて、植物にもそうやって命をつないでいくって仕組みあります。もちろん植物の種って土に落ちると条件が整えば根っこを伸ばして発芽をして、で双葉を開いて本葉を茂らせて、でどん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 木を茂らせていって花を咲かせて種をつけます。で、その種がまたどっかに飛んでいって、もしくは動物が運んでくれて、でまた芽を出すっていうようなことで命を次へ次へとつないでいきますよね。動物も植物も自然界の中で命のリレーをしてるんですよ。で、そんな中で植物が、必死に生きてる植物が自分の葉をかじられてもいいって思ってるでしょうか。自分の体を傷つけられてもそれでいいやって思ってる植物が果たしているのかっていう話です。これ動物でも同じですよね。自分の体が傷ついて五体満足じゃなくなってもいいって思ってるかっていうと、そんなことないと思うんですよ。死ぬまで、命をつないで死ぬまで五体満足で健康に生きたいと思ってるはずなんですね。これは植物も同じなんです。体の一部をかじられて平気な植物なんていません。特に植物にとって葉っていうのは光合成をするために大切なものです。自分の体を大きくしていくために必要な光合成、その光合成ができなくなるっていうのは本当に命に関わりますから、葉をかじられていいなんて思ってる植物はほぼゼロだと思います。じゃあここで野菜について、例えばキャベツについて考えてみてほしいんですけれども、キャベツが畑一面にドワーッと育っている状態、その中で最後までしっかりと生き残っていく、収穫にたどり着くキャベツってどんなキャベツかっていうと、それは
強い個体、まあ、要するに健康に育ってる個体、そういうキャベツが生き残るんですね。まあ、健康に育っていれば虫はつかないし病気にもなりにくいっていうことです。でこれ人間に例えるとすごくよくわかるんですけども、ちゃんとしっかりとしたバランスの取れた食事をして、で運動もしっかりとしている、そういう人って病気にかかりにくいですよね。まあ適当に食べて運動もしないでいる人に比べれば病気にはかかりにくいと思うんですよ。要は健康的だっていうことです。これはもう野菜についても同じことが言えて、しっかりと健康に育っているそういうキャベツは虫にやられにくいですし病気にもかかりにくいっていうことなんですよ。でこれさらに健康に育っている野菜は美味しいっていうことも言えると思います。これ実は断言してもいいんですね。というのは野菜っていうのはもともとその品種改良されてきた植物なんですけれども、健康に育ってこういう味ですよっていう目標を持って品種改良されてるんですよ。そういう植物なんですよ。だから健康に育ったっていうことはそれはイコールキャベツ本来の味になったっていうことです。だから健康に育ったけども、ああ美味しくないよっていうキャベツ、それは単純に品種改良の問題であって、虫に食われたから食われてないからっていう問題ではないんですよ。で、まあここまでをまとめるとですね、植物の世界において、まあ、自然界において弱い個体っていうのは自然淘汰されるべきものです。強い個体、つまり健康的に元気にたくましく育っているものっていうのは虫つきにくいですし病気にもかかりにくいってことは言えると思います。で、じゃあここで見た目が綺麗、虫食いなく綺麗に育っていれば、じゃあ全て美味しいのかっていうと、実はそんなことはないんですね。まあこれは農業経営というか農業の現場を見ていればすぐわかると思うんですけれども、見た目をきれいにするために農薬使いますよね。農薬をかけて虫がつかないようにブロックをしてあげることで、弱い個体であっても最終的に収穫までたどり着くっていうことが、まあ、現実にあるわけですよ。まあ、それが目的で農薬かけてるんですから。でもう一つ、有機農業の現場で農薬使えないのでよくあるんですが、防虫ネットって言って、まあ、網のようなものをかけて物理的にブロックすることで野菜を守ってあげる、虫から守ってあげるっていうこと、そういう手法が取られてるんですよ。だからまあ農薬使う使わないっていうこと関係なしに、農薬とか防虫ネットで物理的にブロックをすることで見た目きれいな野菜っていうのは育てることできるんですね。ただその場合は強い個体弱い個体の選別ができなくなるっていう可能性はあります。ですので本当に虫食いがなくて健康的美味しい野菜育てたいなと思うんであれば、そういった物理的なブロック、農薬とか防虫ネットを使わないで頑張って育ててみてほしいと思います。ただこの場合これ結構難しいんですけども、本当にちゃんと旬を守ってその野菜が健康に育つための環境を整えて、もう土だけじゃないですけども環境を整えた上で種をまくっていうことをしないと、なかなか虫食いなく最後まで収穫できるようになるっていうのは難しいです。まあ、季節にもよりますけども、まあでもそれでもやってみたい。特にその栽培をこだわって健康にこだわってやっていきたいって思われるんであればやってもいいですけども、ちょっと経営的に本当に旬の時期しかできないですし、作れる種類、野菜の種類限られますから、経営的には苦しくなります。そこを分かった上でやるのはまあご自由にどうぞっていう感じですね。でこれもう一つ別の視点で考えると、その農薬とか防虫ネット
の見方がちょっと変わってくるんですけれども、まあ、2つ視点があって、そのうち1つ何かというと、野菜はその辺に生えている雑草とは違うっていう視点です。これどういうことかというと、野菜っていうのは人の手によって何百年何千年っていう歴史の中で品種改良されてきたんですよ。何万って育っているある野菜、まあ、特定の植物の中でこの特性を残したいっていうものを抜き出してきて選抜をして、でそういうものを選抜を繰り返してきたのが今の野菜の姿です。植物として自然界ではありえないぐらい半自然な状態なんですよ、野菜っていうのは。要するに人の手、人との共存が絶対条件っていうのが野菜っていう植物で、その辺の雑草と一緒に良いドンで競わせたら絶対勝てないんですよ。植物、雑草っていうのはその場で確実に生きられるっていうような強い個体です。そこでずっとその環境で生き延びてきた植物なんですよ。それがポッとどこで育ったか分かんないような野菜がポッと種まかれてもそれは勝てないですよ、雑草には。ですので、その野菜は自然界ではありえない姿、雑草とは違うっていう認識に立てば、防虫ネットとか農薬をかけて、で虫から病気から守ってあげるっていうのは、人の手を返すっていうのは、それは野菜にとって必要なことだと思うんですね。だからまあそういう意味で防虫ネット、農薬っていうものはある意味では必要だと思います。で、これもう一つ視点があるんですが、それがまあ子供の頃の話です。子供の頃の個体は弱いっていう視点なんですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、人間でも動物でもそうなんですけども、生まれて間もない頃、もしくは小さい頃っていうのは親がしっかりと守って面倒を見てあげますよね。で、ある程度大きくなったらよし行けっていうことで野に放つわけですよ。動物はそうなんです。弱い個体は自然界の中では生きていけないっていうことを分かった上で、親がある程度小さい頃は守ってあげてるんですね。で、それは植物でも野菜でもおそらく同じだと思うんですよ。本当に小さい頃、双葉が出て間もない頃、本葉がちょこちょこ出始めた頃っていうのはまだまだ小さくて、葉っぱも柔らかいです。虫に食べられやすいんですよ、いくら健康に育っていてもです。ですので、その段階で農薬をかけて守ってあげる、防虫ネットでブロックしてあげるっていうのは、これはある意味過保護でも何でもなくて必要なことだと思うんですよ。ですので、その2つの視点、農薬、あ、じゃない、野菜は雑草とは違うっていう視点と、子供の頃は個体として弱いっていう視点、この2つの視点を考えると、農薬や防虫ネットは否定できないと思います。で、この辺を踏まえた上で、野菜を健康に育てるにはどうしたらいいか、最低限の人の手を加えた上で健康に育てるにはどうしたらいいかっていうのを考えるのはありだと思います。農薬防虫ネットっていうものを全否定するのはどうかなとは思います。というわけでですね、まあ、まとめるとですね、野菜自身が健康的に育っていれば虫はつきません。で、逆に言うと、健康に育ってない、どこかおかしいところがあれば虫はつくし、これは美味しくないです。健康に育てることで美味しくなるっていうことなんですね。だからこの辺の、その消費者の誤解を引きずったまま、消費者の意識としてその間違った認識を持ったまま新規収納して生産者になるっていうのは、
これ栽培をしていくと本当に気づきますので、あれおかしいぞっていうことになって戸惑いますから、今のうちに新規収納する前にその認識を正してもらって、その上で新規収納農業の現場に入ってもらえればと思います。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。